その15日8時59分ですもう9時回ろうとしていますはい。次の動画はねはい、はい、いよいよねまぁスピーカー取り付けの準備が、えー、整ったって言ったら下準備ね下準備ましておりまして今中古のやつ最後の中古のやつ今、えー、クッション材取り付けたとこですまあ、中古なんでね、いろいろ多分前の人がね、えー ダイソーかどっかであのー、ハサミなんだこういうやつ棒のねその風切り防止用のねこういうスポンジを多分使ってたんだと思いますで新品はこれ1本残ってたんですけども片方だけ、えー、こいつにするのもちょっと変なんで両方ともこいつのこいつにしましたで1本じゃねちょっと 厚さが足りなかったんで2枚重ねてようやくこの純正と同じ、えー、太さになりました2 1ンチちょいかなでうまいことね、あのー、下はこういうふうにね、えー、ちょっとうまいこと重なってないんで,で上はねうまいこと重なるようにここでね1本でしてここでまたちょっとこういうふうになってますけどまあこれ音は逃げないでしょうこれでこっちも同様こっちになっておりますはい でもこっちはね、中古なんで元からもう締めたったんでね、楽でしたね。問題はね、このコネクタですね。これがね、やっぱりちょっと曲がってたりしてね、あの、ちょっと力を入れてね、え締めました。あとはね、これ配線が、配線がね、これ問題なのが、 この穴ありますよね。こ,こが配線通しなんですけども下にもありますけどもトヨタの場合ねトヨタってのは車種によっても違うと思うんですけども、えー、配線をねここに出すのかそれともこういう風にねあの純正のスピーカー入ってるこの丸い輪っか入るとこねあそこから配線が純正配線が来てるのかちょっとどうかわからないんですけどもとりあえずえー <laughs> 穴の方からカプランが着てることを願いますダメだったらねまたこれ外してねこっから穴配線通さなきゃいけなくなってしまいますあっちもねこっちは新品の方ですこっちはもうやってしまいました純正のね、えー、あのクッション剤言いたんでそれでつけて、えー、ビストめしましたでついたもねこっちはもうクッション材だけです 1 7 c 0じゃでこのバッフルーツかな。これがないんでね、そのまま取り付けられるようになってるんで、簡単ですね。まあ、中古のやつは、これ後ろ、交付扱い持ってきます。まあ、全席だとね、ちょっとあれかなと思って。全席はなるべく新品でと思ってね、ちょっと考えながらちょっとやりました。まあ、交付扱いね、まあ、基本誰も乗らないんでね、まあ、自分しか車乗らないんで、 まあいいかなと思って。とりあえず新品は前の方。えー、中古の1 7センチはリアドアだけにします。はい、いよいよね、準備段階入れました。まあこれで多分大丈夫だと思います。まあこの、ね、クッション材ね、ちょっと硬いんでね、純正と違って、あいスポンジなんじゃないんで、ちょっと硬いんですけども、これでなんとかいけるかなって思います。あーく 問題は配線がね、純正配線が、えー、カプランがどこから出てるかが問題です。これあんまり曲げてる銅線断線しちゃうんでね。非常に柔らかいんで。はい、では、えー、もうね、10センチ、17センチ、この2個。もう、下準備 OK です。あとはもう取り付けだける、取り付けだけです。 あとはね、他のデッドニングとしてましてね。まあ一応、これも、えー、外からね、音を入らないようにするために、こちらね、ダイソルカ買ったアルミテープ。えー、こちらのドアパネルを通と、あの、ビニールテープ、ビニールテープ、ビニールシート貼ったると思うんですけどね。あの、防音のためにね、あの、防音にならないですけどね。防音のためにブチルテープでビチャーっとしてありますけども、その上から一応、このアルミテープを少しでも音入らないように、 えー、貼っていいいきたいと思います全部に、えー、前後ドアにねまあ別に貼らなくてもねマーク X クラウンとかね、えー、正常性は結構いいんでね走っててもロードノイズは聞こえないんですけども気にならないんですけどもやっぱやっぱスピーカー変えたってことね変えるってことなってやっぱり少しでもいい音で聞きたいかなと思ってねちょっとアルミテープを全体に 貼ろうかなってて考えております、まあ、1個じゃ足りないと思うんで、あとまあ2、3個ぐらい買おうかなと思っております。一、え、ま、ー、けで10メーターしかないんですぐ使っちゃうかな。3個ほど欲しいかな。まあこれはまた買えばいいけど。とりあえず下準備 OK です。多分この人多分使用に関してはまあ3日しか使ってないかもしれないですけども。 しばらくあのー、倉庫かどっかに眠らしてたんじゃないかな。なんかね、こういうところに、やっぱ砂ぼぐりみたいにちょっとついてたんで、わかりますかね。ちょっとこ茶色の見えますスポンジの合わせ。あれどこ行った ちょっと指邪魔ですけどもこれねここ邪魔なのやっぱこここの汚れに、ね、今、まあ、目立ってるとこやっぱこういう汚れがついてるんでねやっぱりしばらく、えー、箱に入れて放置してたんじゃないかなと思いますね、まあ、放,放置して何年経つか分かりませんけどね こういうとこも若干ちょっと汚れてるかなって思いますまあでもちょっとザラザラするねやっぱちょっとえー、消毒していきたいと思いますはい私オリジナルのオリジナルっておかしいけどね自分なりにえー電子機器ね表面上綺麗にするためにこっちゃん <laughs> ダイソーでダイソーかこれ ダイソーで元気か。元気で買った。はい。キズナイン要はね、オキシトルですね。これでちょっと綺麗にしていきたいと思います。では、今日の動画はこれで以上になります。えー、ようやく下準備が、えー、下準備までできました。ここまでするのにね、どれだけかかってんやって話ですけど <laughs> ほんと、簡単に取り付けられると思ったら、やっぱ大間違いですね。やっぱ下準備が結構大変なんで、何でもね。こうやって下準備しておくと、 当日、なるべくね、早めに取り付けできるんじゃないかなと思います。まあ、スピーカー交換はど素人なんで、ね、まあ、午前中ぐらいまでにかかってね、終わればいいかなと思います。3時間かとかそこからはね、ど素人なんでね、<laughs> はい。えー、取り、取るのは簡単のね、えー、付けるときまた苦戦するかもしれないんで、まあ、それは仕方ないですね。 では以上になります。ご視聴ありがとうございました。